I in LA。 いやということでお待たせをいたしました、はい、月曜日にもちょっとご紹介しましたが愛さんの LA ライブ、そして迎えたライブ当日、さあいよいよ開場しました。こちらには300人以上のお客さんがすでに並んでいるんですが、愛さんのアメリカでの初のライブを待ちわびた現地にお住まいの日本人のファンが多く見られます。すごく楽しみにしてました、はい、最高です。もう愛間違いないです。Yeah. Oh, I like her smile. She's very beautiful. She's very beautiful. I like her voice. She has a really good voice too. そんな中、大物アーティストも愛 is really cool. She is I and I am well I am.大興奮の中始まったふるさと LA ライブ、愛さんはファンへ向け彼女らしい言葉でメッセージを送った。今日ねすごい迷ったの。 I was thinking should I speak English or Japanese? I'll speak music. Oh yeah. 音楽しゃべります。温かい眼差しで見守っていた。そしてひときわ熱い視線を送るこの二人も愛さんと深い絆でつながった人。実は愛さん留学中 SX4 という女性4人組ユニットで活躍し、デビュー直前というところで帰国したのだ。その時のメンバーの一人がこちらチェルシーさん、そして隣に座るジョージ・ブラウンさんはその SX4 のプロデューサーで大ヒット曲セレブレーションでおなじみのクール&ザ・ギャングのメンバー。愛さんの下積み時代を知る貴重な2人を目覚ましが探し出し、本人に内緒で招待していたのです。とその頃、会場の外では先ほどの2人に当時のマネージャージムさんが加わり、会場出る愛さんを待ち構えていた。そう、彼女には内緒で8年ぶりとなる感動の再会をご用意していたのです。そして待つこと10分。I was wonderful. Fabulous. Oh my gosh, fabulous. She was the bomb. Yeah. I mean, the charisma was still there. I mean, she was very charismatic. 自分で私はこの人たちを探そうと思っても電話番号もなくなってるし、What did she say about me? 家とかも昔なら覚えてたけど、しばらくずっと行ってなかったから見つけられなかったんですよ、この人たちを。そうだからね、すごい嬉しいです、もう本当に。ふるさとロステの新たな一歩を刻んだ愛さん、そして彼女はこれからも走り続ける。いや、感動の再会でしたね。でも最初はキョトンとして気づかない。そうなんです、ね、もう私たちがちょっと焦っちゃうぐらいで、外には私とスタッフしか待っていないというふうに言っていたので、うんうん、最初はもうあまりにもの予想外、あまりの予想外で気がつかなかった、まあ、それだけ久しぶりということもあったんでしょうけど ね、リアルな反応なんでしょうね、これがね。自分で探そうと思ってたから、本当に来てると思ってたんですよね、まさか目の前にいるわというね、はい。いやでも彼らにこう聞かせることができてすごく嬉しかったでしょうね、お母様も含めてね。そうなんですよ。あとは普段は日頃あまり緊張はされないそうなんですけれども、もうこのロスは本当に思い入れが深いということもありまして、すごく緊張するというふうにおっしゃってましたね。まあ、プレッシャーも感じて、でも逆にそれをエネルギーにしているというね、愛さんらしいところだったんじゃないかなという気がいたしますね。いい言葉したね。日本語、英語、じゃあ音楽で喋るっていうのはね、まあいい、愛さんらしいですね。そうですね。
まあでもこれをきっかけにして日本からさらにアメリカでも活躍していこうというね、はい、そういう思いもきっと胸に秘めてるかもしれないですね。そうなんですよね。現地の記者もグラミー賞も狙えるかもしれない、うん、大賛辞ですね、はい、なるほどなるほど、なんかもうみんなに届けって思いがもう伝わってきますもんね、うんうん、はい。